小中学生の皆さん、こんにちは。三条市長の国定勇人です。今度10月の5日の土曜日に、三条市で久しぶりに子ども議会をやりたいと思います。でも子ども議会っていうとすごくなんか難しいな、かっこいい質問しなければいけないんじゃないのかな、思う子どもたちが多いと思いますけど、そんなことはありません。ただみんなが時々テレビとか新聞とかで見る議場がどんな感じなのか、そこでどういうふうなやり取りがされているのかっていうことをちょっとだけ体験をしてもらいたい、それだけが僕たちの思いです。ですからどうか気軽に参加してください。その中の質問はどんな質問でもいいと思います。僕の好きな食べ物は何なのか、三条市でどういうものを作った方がいいのか、自分の夢はこうなんだよ、市長さんにもうちょっとこういうことをしてもらいたい、市長さんは今の奥さんとどんな馴れ初めで出会ったんですか、どんな質問でもいいです。とにかく議会で、議場で皆さんが実際に席に座ってどんな形で市長に質問をするのか、それを体験していただくだけでいいと思っています。10月の5日に子ども議会が開催されます。小学校4年生から中学校3年生までのみんなを募集したいと思っています。どうか友達とお誘い合わせで十分結構ですので、申し込みをしていただければなというふうに思います。皆さんの挑戦を心からお待ちしております。